えー、一昔前よくスパチャをしていたものです。地味な活動をしていたところ、アベマプライムという番組に呼ばれました。その回のゲストというか MC の方にあなたのやってることは時間の無駄と思いましたが、明月に活動したところ、チャンネル登録5万人を突破できました。ただ最近伸み悩んでいます。どうしても10万人を突破して銀の盾が届いたものまねで優秀の美を飾りたいです。どのようにすれば10万人達成できるでしょうか当たり前ですが、うんこを食う以外でお願いします。 ええと、多分まん、あの、僕が言ったことが正しかったということで、あの、本当にその人気のある人のま、の、モノマネをしてると、割と伸びたりするんですよね。あの、本田圭介さんのモノマネをやってる人って、やっぱりちゃんと伸びてたりするんですよ。で、なんかその、そんなに人気のない、なんか40過ぎたおっさんがビールを飲んでるモノマネとかしても、別にそんなもの見たかねえよっていう人がいるので、多分あの、ここが天井だと思います。 なので、あのさっさと諦めてあの他の方向に行った方がまだ伸びるんじゃないかなと思いますけどもはい。えっ、ー、と弘幸さんこんばんは。人間は失敗する生き物であると思いますあ太るっていう手ありますね。うん、あのこっから突然太ってなんか色黒になって頭にタオルを巻いてあの気持ち悪い死んだ魚の目になるっていうパターンで多少の笑いと一緒にチャンネル登録者数を増やすっていう手はあるかもしれないですね。はい。